時刻は11時です。さだまさしさんのピンチヒッター、文化放送アナウンサーというよりもクイズの王子様、はい、太田秀明です。こんばんは。さだまさしさんのピンチランナー、西尾拓海です。いやしかし素晴らしいですね、このテーマソングに乗せて乗せてセイヤングがやれるっていうのは、はい、こんな嬉しいこと。ラジオをつけてさださんの声が出ると思った人はきっとずるっとずっこけたと思いますけど、そのこう肘を上げてテーブルの上に聞き直していただきたいと思います。今夜からですね、3回はさださん10年ぶりの長期休暇のためお休みということなんですけども、10年ずっとずっと練習やってらっしゃる。よくやりますよね。よくやりますよ。そういう言い方。いや、だって土曜の夜って言ったらやっぱりいろいろ美味しい楽しいこといっぱいあるじゃないですか。それは太田さんがでしょ。いやいや、でもさださんだってそうでしょ。まあね、土曜日の夜はね。10年間全部無駄にして、おお無駄にしたわけじゃない、返上して返上して、うん、いい言い方だね。それは伸びたね。何言ってるの、でもさだまさしさんが休みだからと言ってですね、さだまさしのセイヤングファンはこれまた絶対に聞き逃せません。今日はすごいすごいですよ、はい、と言ってる間にテーマ終わってしまいましたが、はい、本日は何つってもですね、この1年間放送した中からよりすぐったギャグを続けざまにぶつける、うん、なんとさだまさしのセイヤングギャグ100連発。すごいすごい企画です。吉本新喜劇みたいな。すごいね。これを聞かずしてセイヤングは語れない、はい、本日の放送は絶対永久保存版、国宝級の貴重品、うん、もうお金を取って聞かせたいくらいです。すごいね、本当に持ち上げたり落としたり、ね、本当に、ね、お金取りましょう、ね、聞いてる人から、ね、送ってください。僕や匠君に聞かないやつはもう罰当たりです。聞かなかったやつの家は絶対滅亡する、うん、そんなひどい。滅亡しなかったら僕が火つけちゃう。やめなよ、危ないよ。お家断絶して引き回しの上江戸所払い。それでそれでとにかく笑わせます。さだまさしのセイヤングギャグ100連発、はい、ね、すごいですよ。僕と匠君は笑うためだけに来たんですから。そうです。もうそれしかやらなくていいと。だから1時間半今日はほとんどがそのね100連発テープを聞いて、僕たら笑うだけ笑うだけ、うん、もう笑いの声も用意したね。じゃあいらないだよ。いや一応生のやっぱりあのね臨場感を臨場感と出しつつ、そう音楽でもサンプリングと、うん、あの生楽器を合わせるとね、いいでしょ、うん、よくわかんねということで頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。さだまさしさんのピンチヒッター太田秀明と西尾匠のセイヤング第548回、今夜は初版の事情のある東京四ツ谷文化放送より午前0時半までの生放送、はい、最後までごゆっくりお付き合いください。さだまさしのピンチヒッター太田秀明と西尾匠のセイヤング、この番組はハートも美味しい東波と聖火がお送りします。東波とオールデイズンプリンセスの吉田ひとみです。1秒の鼓動でレコードデビューしました。この曲が聞こえたら思い出してね、吉田ひとみと東波とオールデイズン。やあ皆さん、味へのこだわりが形になる、それはとても嬉しいことです。ハーベストのこの薄さがサクサクとした歯触りとこの香ばしさを生んでいます。それはモンドセレクションでも認められました。美味しさの追求に終わりはありません。さだまさしの代理の太田秀明と西尾匠のセイエイエイヤン。あなたも文化放送広報部新聞発表のコーナー。番組のオープニングで匠君、はい、の一言があって、うん、肘を上げた人がまたずるずるっと落ちた落ちてしまった。何ですかあのジングル。汚い歌だったりして、汚い全然合わない。でも落ちてもいいよ、
アナウンサーだからしても、うん、僕歌手なんですよ。おい、しっかりしろ、しっかり。まあ、こんなデコボココンビがやっておりますが、さだまさしさんがお休みを取る前にですね、私の自宅まで来られまして、わざわざ、私の手をしっかりと握りしめて、はい、結構汗っかきだったりするんですよ。汗っかきね。太田君、他のどんなコーナーを潰しても構わない。構わない。しかし、新聞発表のコーナー、これは、あのコーナーだけは続けてやってほしい。太田君、頼んだよ。太田、どっか悪いんですか、佐野さん。その後パッタリと倒れられて倒れていないです、倒れていない。というわけでこのコーナーだけは、さだまさしさんがお休みの間も行いますので、リスナーのあなたはどんどん応募していただきたいと思います。いいですね。で、本日の新聞発表なんですが、一応、該当策なし。ちょっと待ってよ、今やろうって頼んだんでしょ、手を握って。さださんがゴーゴーって言いながら、やっぱりあのいくらピンチヒッターとはいえ、クオリティを落とすわけにはいきませんので。なるほど。まあ連休ということもあって、ね、若干こう、メールの人たちが休んだりとか。メールの人英語にしたら郵便屋なんていうのは分かる。一応該当策なしということで、本物の文化放送広報部が考えました。これ久々だから結構緊張したっていう話で、出た結果が、さだまさしの代理、太田匠のヤング。そのまんまだよ、これ。広報部頼みますよ。何度考えもない。そのまんまだって、これじゃ。そのまんま。まあ、大変なものになってしまったんですが、そこで、今夜受け付けるサブタイトルの傾向と対策です。はいはい。そして、その他のハガキの募集をお知らせしたいと思うんですが、はい、文化放送広報部は今週ですね、さだまさしの代理、太田匠のヤングと考えましたが、はい、別にあの新聞のラテ欄の拡大コピーとかですね、1ヶ月分の代金を広報部にやるってことはやんないのないです、で来週です、はい、肝心なのは来週5月9日の土曜日になりますが、バンバン小俣政子の1000ヤング。これはすごそうですね。これがすごいですよ、はい。まあ、バンバンさんはすごいですけど、小俣政子という人、小俣さんもすごいですね。すごいです。強烈ですからね。本当に、よくアナウンサーになって会社入ってきましたね。下は回らないし、とんでもないことです。あの、後輩の僕が言うのもなんですけどね、下手ですよ。アナウンス技術ということでは。技術としてはね。まあ、一応フリーになって、まあね、頑張っていらっしゃいますけども。で、テーマは、5月9日土曜日のテーマですが、禁じられたセイヤング。なんだろう、禁じられたセイヤング、まあ、普段のセイヤングではできない下ネタ中心下ネタ中心の、来週だってできないんじゃないの本当は。ねえ、セイヤングっていう番組では一応こういう企画っていうのはさだまさしさんの許可は得なくていいんですかね。どうなんだろう。内緒内緒内緒ってもう分かると思うんだけどね多分ねえ、内緒ってすごいね。聞いてる方の報告もあると思いますけどね。どういうようなハガキの内容ですか。ハガキの内容としては、まあこれはあの特に変わったこともないんですけれども、いつものハガキの下ネタ一番を大募集しよう。そんなの、いつものちょっとバリエーションの違ったものと考えていただければ、例えばエッチなお便り大紹介。何それあなたの感動したものをもらってるわけでしょ、ね、ちょっとした感動したものとかですけど、それがの下ネタ版ですよ、ちょっとした感動した下ネタ。ささいな。そんなんないよ、そんなん。身の回りのささいな下ネタ。よくわかんない。だから身の回りで日常茶飯事で起きているエッチな出来事を書いて送っていただければいい。日常茶飯事、エッチな出来事起きてたらやだ、そんな。危ない。ハーベスト大学はエッチなハーベストだからあのね、ラジオ聞いてるあなたの知ってる、または作ったエッチなジョークと替え歌だから日頃抑えられているストレス欲求不満を爆発させていただきたい。バカだよそれ。だからエッチなお笑い国技館、お題は天才秀才エッチなおまた。なんだすごい断定してるね僕ね。もうそうですもん、本人ほほえみポストなんかどうすんの。エッチな方いや、下ネタの制約、禁じられた制約なんだ。だって、割とほら、あの、この間子供のこんな仕草を見て、ちょっとね、微笑ましくなりましたとかって言うんでしょ。その子供の純真な仕草に、エロティシズムを感じる。そんなの感じないよ、そんな。たまにある。たまにさ、僕ら割とそういうとこ見てるの見てる見てる。子供見てる。なるほど。子供とかね、こう、あの、歯を磨きながら、あの、裸で歯を磨いてるとどうしておちんちんが動くんですかとか、そういう。ようなおはがきとかですね。微笑ましい下ネタを。なんてのそんな。いや、ある。絶対ある。問いはエッチなシーンやの。お題はちょっと工夫してみました。うん、お題は下ネタ。まだまだそれ。お題下ネタだよ。お題下ネタ。何でもありだじゃん。何でもあり。下ネタなら何でもいい。何でもいいですけど、ただし下ネタ。これですね。だから簡単です。
だから普段できないことをやってみればいいということ、もうそれだけですから、ね、そんなに抑圧されてるのこの番組。いやいや、あの、まあ、さだまさしさんのファンの方は、うん、本当に熱心にこの番組を聞いてらっしゃいますけども、さだまさしさんが あえてしないジャンルっていうのもあるじゃないですか。あ、なるほど ね、うん、あえてやらない、あえてしないけど、うん、たくさんの方が聞いてらっしゃいますから、うん、その中ではもうそっちの方が大半で、うん、ほんのわずかだけさだまさしさんのこう合うところもあるっていう人もいるかもしれないでしょ。なるほどね。そういう人は結構ね、押さえつけられてるところもあると思うんで、うん、それで選ばれたリスナーの方がバンバンとおまたさんの。そうです。なるほどね。頑張ってハガキを書いていただきたいと思いますが、はい、それから新聞発表のサブタイトルも、はい、その内容に見合ったものを、はい、スタッフ一同期待してる。エッチなセイヤング、ね、エッチなセイヤングのその新聞発表ですね、うん、それにあった新聞発表。そうか、新聞に出せないようなの来ちゃったら困るよね。うん、大丈夫、うん、大丈夫。誰が責任取る。いや大丈夫、大体いつもこうわけのわかんない人が読んでもわからないようなタイトルだから。あ、そうか、それは大丈夫です。なるほど、ね、わけのわかんない全然わかんない。聞いてる人は僕もああそうかっていう言っては見たもののでそれが来週5月9日です。9日。それから5月16日の土曜日、はい、これもすごいですよ。これすごい。谷村新司バンバンのセイヤング。これもなんか新平さんとやっぱり、そしたらでもやっぱりこれはあえて振らなくても自然にそうなる、うん、勝手に勝手に、ね、もうそれしかやらないですから、うん、あの二人は、うん、でもあの往年のゴールデンコンビが復活するということで。でもすごいですよねこの二人はね。すごいですよ、ね、うん、これはちょっと楽しそうですよ。楽しいです、うん、で2週続けて2週続けて、うん、で5月16日土曜日の、はい、谷村さんバンバンの方のテーマですが、新平、うん、バンバンの帰ってきたセイヤング募集するおはがきは、はい、平成の天才秀才バカ。いいね、懐かしいですね、うんうん、すっごい懐かしい。まあ三段落ちのこの基本中の基本、王道中の王道みたいなもんですからね、うん、フリー落ち大落ちってやつね。そうそうそう、うん、天才秀才バカの平成版。平成版ね、これ別に平成版ってわざただこれ下手だけって気がするけど一応全く同じだと工夫がないなってバレちゃうんで一応平成のというのをつけてみました、うん、人生ゲームも変わったことだし、ね、変わったことだし、うん、それから暗い過去。暗い過去、これも名物コーナーで昔ありましたね、うんうん、これも一応まあ平成のとつけていただいても構いません。平成の暗い過去。暗い過去。平成のってまだ始まったばかりだよ平成。まあね、うん。暗い過去ってほど遠くないよそんな。うん。うん、まあとにかくハガキを書けばいいんですよ。うん、じゃああれはハーベストとかっていうのは？だから日頃ですね、うん、ハーベスト大学お笑い国技館で鍛えているギャグの腕前をそのままストレートに、うん、谷村新司さん、バンバヒロミさんに。あ、ぶつけていただければ完全委託として。あ、もう預ければいい。うん、預けて。ね、うん、この日谷村新司さんは沖縄です。でバンバンは東京のスタジオからの生放送2限で。2限、もう3月15日からステレオ文化放送になったことだし、あんまり関係ない、ね、じゃあ右から東京で左から沖縄とかそういうやってる。聞きにくくてしょ。ダメか、それダメ。ね、もちろんこの5月16日土曜日の内容にあった沿った新聞発表もどしどしお寄せください、はい、いつもの通り7文字から9文字にまとめてくださいね、もちろんバンバヒロフミさん、小又雅子さん、谷村新司さんへの普通のお便りメッセージもお待ちしておりますそんなあの飛びもん、キワもんばっかり並べても本当にしょうがないんで、普通のお便りもお寄せください。それが普通になっちゃうから、はい、宛先は郵便番号 160-02、はい、文化放送バンバン小又、または谷村新司のセイヤング、それぞれの係まで、送りいただきたいと思います、はい、それではおはがきの受付スタートって電話じゃないんだから電話じゃないんだから。なってます、なってます、なってます、なってます。何がなってだからね、筆箱のパカッていう音とかハガキをパカッていう音ね、ちょっとミキサーさんが今音立ち上げてるいいからさ あ, あそれではお知らせの後、いよいよさだまさしのセイヤングギャグ100連発の開始です。はい、しばしご歓談を、はい、まだいろいろね、抜けてないんじゃない、抜けてない、すいません、ね、パカさんおや。本格は瀬戸内エビの香ばしさ、ドハト焼きエビ、新鮮なエビをじっくりと焼き上げた料亭の味がスナックになりました。ビールのおつまみに最高。うん、これは美味しい。もう息子さんに任せてもらいます。大人のスナック、ドハト焼きエビ。小豆の美味しさそのままに、ドハト小豆スナック。粒よりの小豆を使用した豆 100% スナック、ドハト小豆スナック。小倉ミルク味で美味しいおつ。日本茶にもよく合います。女のスナック、ドハト小豆スナック。さだまさしの代理の太田秀明と西尾匠のセイエイエイヤン。さておはがき大紹介のコーナーです。
今夜は今年に入ってから176通目のおはがきから、読ませていただこうと、このように思いますね。で、山口雄一郎、茨城県土浦市。いらっしゃい。マスさん知ってました。もうこの番組でもおなじみの文化放送の誇る名物アナウンサー太田秀明アナウンサーが4月25日結婚されるそうです。何でもナンパで、ナンパじゃない、コンパで知り合った人がだいぶ違う、だいぶ違うんですね。何でもコンパで知り合った人が相手だそうで、本当におめでとうございます。マスさんからもおめでとうって言ってあげてください。いいね、いいですね。これやっぱり結婚式はあれだね、うん、煙の出るゴンドラに乗って2人で降りてきてほしいな。ああ、いいっすね、うん、思いっきり早くね、それも。そう、それで本人のインタビューコーナーってのやっぱ作ってほしいね。ああ、なるほど、花嫁にインタビュー、本人がね、本人がする、本人がインタビューする、今の気持ちは、なんて言うんですかね、もう逃げ出したい心境です、ね。ドライアイスはやっぱり多用してほしいね。してほしいですよね、やっぱり演出ですもんね。笑えるもん、笑えるもん、とにかくやっぱ笑えなきゃダメだよね、衣装は派手、当然ね、当然光ってた、まあ当然光ってます、光ってます、ね、花嫁はレオタード、うん、ラメの、半ズボンのモーニングという、はい、笑える笑える、ね、いいね、あそうじゃなくて、あのトランクスそのまんまってこと、それいいです、縞模様のトランクスね、ね、で靴下は履かずに直に革靴を履く、それはよろしい、革靴はよろしい、浴衣に革靴で出てきてほしいな、広田の結婚式、それはよろしい、おめでとうございます、本当におめでとう、はい、おめでとうございます、まあコンパといえばね、集団ナンパとでも言いましょうか、ね、もうほとんど近い同じようなもんですもんね。そうですね、許せませんね、そういう、時間の決まったナンパみたいなもんですからね。時間決まってるんですか、何時に集まろうってナンパするわけですよ。ああ、そう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 、あ、そういうことですね、コンパ、ナンパいいな。いや、本当にありがたいですね。ありがたいってのもなんですけど。いやね、いいじゃないですか、佐田さんからそういうお言葉をいただけた。いただいてね。セイヤングをお聞きの方からも随分なんか、はい、結婚おめでとうというお便りいただきまして、ね、この場をお借りして、本当にありがとうございました。おめでとうございます。いやいや、本当に。ね、4月25日、つい1週間前の、今日ですね。今日だ。そうだ、土曜日。土曜日。たぐみくんからもメッセージをカセットテープでいただきたい。ちょうどね、さっき浅田さんのテープカットが出た、あの日の放送は聞き逃してたんで、聞いていたら、トランクスに、ね、靴下履かずに。嘘だよ、浅田さんがおっしゃってたの知ってたら。奥さんだって、ラーメンのレオタードラーメンのレオタード着せましたよ。奥さんは、あれ、何してる人なの？ですね、私の妻はですね、一応音大を出て音楽をこう教えたり、ピアノとか合唱の指導とかをね、やっている人なんですけど、26。まあ、でナンパしたんだ。いやコンパなんですけど、でもナンパみたいなもんですよね。ナンパみたいなもんだよ。最初顔知らないで待ち合わせしたんで、だってもうテレクラ。なんでどう、テレクラ？テレクラ。いやテレクラじゃない。違う、テレクラで知り合ったなんて、とんでもない。シャレになんないから。いやいや、だからこうね、待ち合わせして顔知らなかったんで、向こうがハンカチを持ってくるっていう花柄の、それが目印だったんですけどね、顔知らないから、一緒に行った男の人と、どんな人だろうな、顔知らない人と待ち合わせるの、テレクラみたいだなっていう話をしてて、で、そこからこう始まって食事会をして、で、知り合って、付き合ってっていう。あ、そう。うん。ね、名前がなんか、玉木さん。玉木。玉木さん。え、今何？いや、玉木さん。玉木さん。玉木。太田玉木。太田玉木。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 いや、玉木。木で切らないでしょ。そう。勢い余って、玉木。玉木。ね。玉木。土二つの「慶」っていう字ありますよね。はい。それに希望の木という字で、ちょっと読みにくいんですけど、玉木。これで玉木。一回さだまさしさんのコンサートにも実は連れてったんですよ。あ、そうなの。ディレクターの上倉さんには発見されてしまったんですよ。非常に感動してね、また連れてってほしいってね、よく言ってるんですよ。それより連れてってないの？結構、まあ、知り合って1年ぐらいで、大急ぎで、いろいろ身のほころびが出ないうちに結婚しちゃったんで。ラジオとか聞いてる？太田さんのやつ。いや、聞くなって言ったんだけど。聞くなっていうの？昨日実家からラジオ持ってきたみたいな。今日あたりちょっと危ないかなと。はい、今はもうじゃあ、新居構えて。新居に。まあ、なんかね、浮き足立ってるようだよ、最近。え？僕は、ちょっとある筋からの情報で。ある筋から。吉田照美さんの。テルテルワイドのレポーターが最近面白くなくなったって話を聞いて、まずいな、どうもね、上の空なんだ。上の空。
ダメですね、気合い入れて。うん、頑張りますよ。まあそういうことで、はい、田中さんからのね、ああいうコメントもいただきましたけども、ね、いいじゃないですか。さあ、それではお待たせしました。はい、田中将司のセイヤング、この1年間の放送からよりすぐったギャグをブワーッとお届けします。たくみくん、笑う準備は、はい、いいですか。ほほほ、もう笑うためだけに来たんだ。さっきから余計なこと言いすぎだよ。ちょっと笑うだけでいいんだ。ちょっと伸びたなって言ったから、ちょっと褒められたから嬉しかった。そうか、ね、それでは、はい、田中将司のセイヤングギャグ100連発、はい、録音テープ回転。タンチェリーという用語が、頻繁に出てくることについて質問のハガキが来てました。佐田さん、タンチェリーって何ですか。18歳未満の方は聞かないでください。そうですね。18歳以上の方はですね、パチンコ屋に行きますとスロットマシーンっていうのがあるんです。コインを入れましてですね、こうレバーを押すとガラガラガラと回る、でそれがトントントンとこう押していくんですけど、7とかバーとかって役がある。役がね、役が揃いますよっていうリーチ目にですね、そろそろ来ますよってやつ、そろそろ来ますよって左端のドラムに、ドラムというのはこう回転するような、はい、してますね。その時に1個だけチェリーがコロンとこぼれてくる、はい、とリーチ目になるっていう台がね、あるんです。あ、そういう台もある。そう、まあ、そういうばっかりじゃありませんね、リーチ目っていうのはね、はい、だけどこれを1個だけコロンと転げてきたチェリーを、タンチェリーと。あ、なるほど。単勝のタン、タンですね。タンチェリー、はい、だからタンチェリーを待ち続けるわけですよ、我々は。あ、タンチェリーを待ってるわけですね。それお金をどんどんつぎ込みながらですよ、タンチェリーがいつまでたっても来ないわけですよ、ということは7も揃わないわけですよ。そうですよね。ようやく来たタンチェリーがバーだったりするわけですよ。あ、そういうこともあるんですね。あるんですよ。そうしますとですね、今まで俺が耐えてきた、はい、4000円は何？何？ね？追い込んできた。でもここまで来たらもう離れられないじゃないか。うん、また千円札を入れていくわけですよ。はい。ね？そしたらどんどん負けるわけですよ。3時間も負け続けてごらん。何万円になるからね。やめた方がいいよ、あんまりしつこく追い求めるのは。そうですよね。3時間もやってたらね、目が疲れるし肩が凝るしね、腰は痛くなるしね。ろくなことはない。ろくなことありませんよ。うん。だからね、東京、大阪、名古屋は結構出ます。だから細かいんだ。でもそれ以外はやめよう。ああ、やめましょう。それは切ないですよ、あのね、もうダメだなと思って、ああ、でももうこれ以上やったら俺は博打打ちになっちゃうなっていう、どこが境目か分かんないんだけど、ね、それで、ね、もう泣きながらその台を捨てて出ていく時の歌を作りました。うん、歌を作った。作りました。はあ。チェリーが来たなら伝えてよ。2時間待ってたと割と元気よ出て行ったよと監禁のついでに伝えて、パチスロならそこのところうまく伝えて、お次の店へ行く、西でも東でも。どう、これこれ5番台のチェリーっていう。うまい。うまいなぁ。ね、佐田さんパチンコ好きだもんね。意外とお時間のある方なんですね。ね、あのね、紅白のね、ほら、去年、一昨年の時、僕ちょっとご一緒させてもらったんだけども、そのリハーサルがあってずっと時間が空いちゃうんだって。ああ、ね、ずっとパチンコ行ってるらしいの。うん、お菓子とかいっぱい持ってる。タンチェリー待ちながら。タンチェリー待ちながら。で歌作ってたんだけど、ね、歌作ってねえ、透明版はよく出るって言ってやめろって言っときながら進めた時期もありましたが、じゃあ続けていきますか、はい、どうぞ。16歳の匿名希望。この前大宮の街をブラブラと歩いています。いや、いました。その日はスロットで負けた。おい、ダメだって。16だろ。どうしてよ。18にならないとやめないんだよ、こんなことは。スロットで負けたので むしゃくしゃしていたのでナンパでもしようと友達とデパート行きました。お、気持ちはわからないです。わかるな、それ。ナンパでもしようかな。うん、うん、ナンパでもでもね、ナンパでもでされる女って情けないね。そうですよね。ナンパでもするかって実際ナンパされた女がいたとしたら、こんなにこの、あの自我の置き場に困る女っていないだろうな。いや、でもそれを考えちゃダメですよ。ダメ。出会いですよ、それも。うん、それも出会い。都合がいいんだ。いや、都合じゃないです。
うん、ナンパでもしようかと友達とデパート行きました、うんうん、すると前をまぶい女が16 少し考えてもいいのまぶい、まぶいね、まぶい女の人が歩いているでありませんか、うん、もちろん声をかけました。結構最近なんです、なかなかそうやってパッと声かける人と、そうはそりゃそうだよ、なかなか、それはそうだよ、大事、声かける勇気ってすごいね、すごいですね、俺らやっぱ旧人類っていうのは、そういう勇気ないね、ないですね、いや お前もない、ないですね、俺も旧人類かも、昔はねかけましたけど今ないです、今ダメか、もちろん声をかけました。そしたらなんと俺らの学校の先生でした思わずドヒャーと叫んでしまいました、うん、もちろん学校で呼び出されたのは言うまでもありません。そんなことしてんのかってのもんですよね、してんのか、うん、しょうがないな、その声をかけるのはいいけど、そのパッスロットルはよくない、うん、よくない、よくない、うん、マッサースロットはやめた方がいいです、うん、お前やめ、お前やめ俺らはええんやん、俺らええんやん、いくら負けようがわしの勝手じゃん、18、お前16じゃん、お前すごいな、この放送の時僕いたな、スタジオに、あ、そう、うん、確かいたと思う、いやー、うん、セイヤングはねリスナー層幅広いけど、うん、ね、こんな人もいるんですね、16でスロットで負けてナンパでもするかって、まぶい姉ちゃん捕まえて、うん、見つけたら先生だった、すごいよね、本当にいろんなリスナーがいるね、うん、来週再来週も大丈夫なよね結構安心だね、ギャグ100連発この後まだまだ続けていきますけれども、はい、ここで1曲お届けしようと思うんですが、今日のセイヤングでおかけするのはですね、すべ、はい、て、4月29日文化放送で特番をやりました、はい、帰ってきたセイヤングに出演してくださった、はい、往年のセイヤングの名パーソナリティの方の曲ばかりをお届けしようと思ってるんですが、はい、まずは大友康平さんの素晴らしい喋り手です、はい、この曲もですね大ヒットしておりますが聴いてもらいたいと思います、はい、ハウンドドッグブリッジあの橋を渡る時、ハウンドドッグブリッジあの橋を渡るとき聞いてもらいました、はい、今日はですね、さだまさしのセイヤングギャグ100連発ということで、はい、お送りしてるわけなんですけれども、すで、うん、に時間の方がですね、はい、3分の1過ぎてまだ2つちょっと喋りすぎじゃない僕たち、ちょっとね、一応笑う役の上に来たあまりには喋りすぎだよ ね、100連発で3分の1来たよ大嘘つき放送、もっとやっぱやった方がいいと思う、ギャグ100連発、約連発って感じですね、連発になってないんだもん、全然パンパンだよこれじゃ、あと98なんか入りっこないですけどね早回しで回す、早回しで最後のよく分かりませんが、この後もねまだまだ続けていきたいと思いますけども、はい、さあそれではですね、はい、この後は、はい、いよいよこのセリフ言ってみたかったんですよね、いいでしょこれ、あ、じゃあたくみくん言わせてあげる、あ、僕言ったから平気、あ、大阪名古屋の皆さんをお待ちしましょう、ポテコになったんだ、くるくるリングのポテトスナック東ハトポテコはカリッと美味しくカルシウム入り、ポテコだい東ハトポテコスリ
リムな投げ輪とチリ味のカラプルコもよろしく。月曜日は会社でビーノ、火曜日は出張ビーノ、水曜日は残業ビーノ、木曜日は接待ビーノ、金曜日はカラオケビーノ、土曜日はゴルフでビーノ、クラ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 や、ビーノは豆 100% 港派とビーノを食べよう、日曜日もビーノ、また明日も食べよう、東派とビーノ。さだまさしの代理の太田秀明と西尾拓実のせーいやーん大阪毎日放送名古屋東海ラジオを聞きの皆さんいらっしゃ い, い, しゃい、さださんのピンチヒッター文化放送アナウンサーというよりもクイズの王子様太田秀明です。で、もう一人、先ほどもちらっと声聞こえましたけどもね、はい、心強い今夜のスペシャルゲストは、はい、この方です。私、足立区の貴公子、西尾拓実と申します。足立区の貴公子、はい、よろしくお願いいたします。とんでもないジングルが申し訳ございません。申し訳ございません。今あの車を乗っていた方気をつけてくださいね。ねえ、車でお聞きでも毎日放送と東海ラジオの方々は、はい、1回聞いただけですけども、うん、東京でお聞きになってる方すでにあのジングルを2回も聞いてる。もう大迷惑、大変なもんですが、はい、まあ、今夜からですね3回にわたりまして、さだまさしさんは10年ぶりのリフレッシュ休暇です、はい、しかし今夜は前編にわたりまして、さだまさしさんの声が聞けるさだまさしのセイヤングギャグ100連発、すごいですよ。ここら辺がですね、はい、たとえピンチヒッターになろうともさだまさしファンを引きつけて離さないという、はい、このスタッフの心遣い強いですね。いいですね。でも安心してくださいね、大阪と名古屋と、ね、その東海ラジオの皆さん、まだ2つしか紹介してないギャグ100連発と言っときながら、はい、聞き逃したって言っても2つですから2つ、はい、まだまだ大丈夫です。はい、もう安心して最後までお楽しみいただけると思いますが、あ、ここでですね、さだまさしさんが何があったよ、これが長いんだよ、これが長い、短くしましょう。さだまさしさんからのメッセージが届いたようです、はい、拝聴いたしましょう、はい、気をつけ。太田くん、ご結婚おめでとう。先週の土曜日に式を挙げたばかりと、ね、あれ今が一番幸せだよ、言っとくけど、もうこれからはね、ずっとあれだよ、下り坂、ずっとこうどう言ったらいいのかな、今が富士の山頂、あとはもうザーッと。そんな太田くんにピンチヒッターをお願いして、太田くんの奥さんごめんなさいね、これがいいんだ、本当は一緒にいたい時期に一緒にいられない、これがいいんだよ、もう一緒にいたくなくたって一緒にいなきゃいけなくなるようになってごらん、えらい詐欺だよ、で一緒にいたくないのに一緒にいられるようになってごらん、もうね、夫婦円満はお互いの譲歩、これはですね、我慢忍耐、この一時でございますね、あとはざっと行く、これはですね、あんまり真剣に仕事したらざっと仕事しとかないと後々大変です。今夜はさだまさしのセイヤングギャグ100連発という、これはもう絶対永久保存版、これはすごい、もうセイヤングのこれ生で起きた我々がハガキとかそういったことでもってバーッと爆笑してるのを連発でお届けするという絶対永久保存版。私はですね、やっぱり今までのギャグの中で最高だったのは、何でしょう、娘とお風呂に入って、いただいて、お父さんがお風呂から出てきたらば、娘がお父さんの股間を見て、お父さんうんこが出てるって言ったっていうのがやっぱりすごいなと思いますね。何を見間違えたのかは、まあお分かりいただけると思うんですけどね、立派なお父さんだなとつくづく思いますね。参っちゃいますけどね、まあ、こういうことあります。ラジオを聴きの皆さん、太田君と一緒にたっぷり楽しんで、そして笑っていただきたいと思います。では太田君、よろしくお願いします。さだまさしでした。いや、さださんからの本当に心温まり、そして背筋の寒くなる、どう感じていいのかわからないメッセージいただきましたけど、さだ、ね、さん下ネタだよね。今までと来週も変わってや。思いっきり下ネタ。これ安心して。うんこが出てるだもんね。すごいうんこです。じゃあこの後も、はい、ギャグ100連発続けていきたいと思います。はい、さだまさしさんのピンチヒッター太田秀明と西尾拓実のセイヤング第548回、今夜は初版の事情のある東京四谷文化放送よりお送りしています。さだまさしのピンチヒッター太田秀明と西尾拓実のセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハト製菓がお送りします。東ハトオールデイズプリンセスの吉澤瞳です。1秒の鼓動でレコードデビューしました。
たら思い出してね。吉澤ひとみと東ハトオールレーズン。やあ皆さん、味へのこだわりが形になる、それはとても嬉しいことです。ハーベストのこの薄さがサクサクとした歯触りとこの香ばしさを生んでいます。それはモンドセレクションでも認められました。美味しさの追求に終わりはありません。さだまさしの代理の太田秀明と西尾匠のセイエイエイヤン。聞けば聞くほど味が出る。さあ、さだまさしのセイヤング、この1年間の放送から抜粋したギャグをお届けするさだまさしのセイヤングギャグ100連発、うん、まあ、あの匠君はしょっちゅうスタジオにも遊びに来てるし、ほとんど毎回聞いているということなんですけど、うん、なんか僕、ね、思い出のギャグが難しかった。ほらスペシャルだったでしょ、長い時間やった時、うん、あの時にドラマをやったじゃない、うん、あの時の中で僕車の中でここ向かう途中で聞いてたんだけど、あのなんだっけあれは、小林一世じゃなくて場所が、あのお休み班にチュッて言うと思うかこの野郎ってのが、ね、異様におかしくてねあれ吹いちゃったのか、ちょうど後楽園のところで乗りながら中で、うん、えらおかしかった。それ覚えてる、すごい。まあそのギャグもこの後登場するかどうか、うん、ね、まだ2つしか紹介してませんからね、それでは録音テープ回転。加計由紀子は入学希望、大阪府茨城市、うん、うどん屋でのある家族の会話、うん、お父さん、みんなは何にする？父さんタヌキだ。母さん、じゃあお母さんキツネにしよう。子供、僕クマまだある最後まで聞いて、父さんはタヌキ、じゃあお母さんキツネ、僕クマ、私ウサギこれ聞いたな僕何入れるだろうな、うどん屋、うどん屋に、うどん屋、クマ、クマったら、クマ作ってって言ったら何入れるだろう、徹夜した店員が入ってんだよ新井光弘、かっこ親戚ってよくわかんないですねよくわかんない。これは実話です、うん、我が家のリモコンはおじいちゃんの頭を狙ってスイッチを入れると隣の部屋のテレビすごいな本当かな広田ダウン、広田がダウン、広田ダウンです。一回やってみたい、一回やってみたいちなみにおじいちゃんの頭に磨きがかかっているときは家中のテレビがたはやたのコーナーに来たぞ。なんだっけ、買ってくるぞと板橋区のコーナーにね。なるほど、来たぞ。はい。雪は降る荒川区内いいんじゃないか、いい、これ卒業検定受けさそう、うん、受けさそう。よし、君は、来週以後卒業検定を受けられる。最後のが来たね、うん、荒川区内、荒川区内いくらうまいね、うまい。雪は降る荒川区内、うん、気に入っちゃったな、気に入った。雪は降る荒川区内茨城県土浦市は山口雄一郎三回生単位なし、うん、僕の母は、うん、天ぷらを揚げるとき油が跳ねても平気なように、うん、先日祭りの夜店で買ったウルトラマンの面をつけてこの頃に立っているいいな、いいの、うん、そういうので、ね、カバーするけばいいですもんね。振り返られた時ちょっと怖いもんね。ザザムシ8の子、馬の肉、いなし、うん、2回生痛いなし、うん、この前公衆トイレに入っていたらノックされた、うん、それなら入ってますと言うんだが、うん、私はついどちら様ですかしたらその後気の弱そうな声で、あの宮下ですトイレから出るに出られませんでした。山本武博は3回生単位なし、愛知県瀬戸市、うん、先日の校内放送で K 君は次のように呼び出された。1年4組の K、1年4組の K、
至急女性の体という本を図書室へ返しなさい。その日 K は泣きながら早退していった。そんなことされたくないですよね。されたくないよね。俺は年頃の男の子だったら誰だって興味あるんだから。年頃でなくたって興味あるんだからね。これすごいな。これは強烈だね。強烈だよね、うん、もう一回放送したのをまた聞いてこれ笑えるってのはすごいよね。やっぱね、スタジオにいる時に聞いたのもあるし、うん、まあ、あのラジオで聞いたのもあるしだけど、でもやっぱおかしいな。おかしいもんね。レベル高いんだよね。レベル高い高い、うん、作品のレベルが、うんうん、まあ本当か嘘か作ってんのかっていうのもありますけどね、うん、でもなすごい ね、うん、ね、面白い。後半この後続々登場しますけど楽しみですけど ね、はい、まだ行きますか。じゃあ続いてどうぞ。ただいま3回生の吉田義彦、ペンネーム風で寝たライオン。はい、先日レンタルビデオ屋さんで赤毛のアンのビデオを借りてきた。うん、日本語吹き替え版だった、うん、家でビデオを再生して驚いた、うん、マシューとマリラの声は磯野波平さんとスネさんだった。いいなこの辺の来たら卒業なんだけどな。ハーベスト大学西洋語を毎週のように聞きに来る通行人の人々の 3K、うん、1、うん、健康である。健康である。2、気量がいい。気量がいい。3、変わり者。この作品は中村正史けん玉道五段の作品でございます。ミルク納豆、うん、1回転単位なし、うん、この前テストで計算機持ち込み可だった、うん、あ、そんなテストってあるんですか。あるみたいですね。計算機持ち込み可、うん、あ、そう、僕も持ち込んでましたけどね。それはいけないことじゃいけないですよ。計算機持ち込みか、うん、テストが始まり、さてと計算機をカバンの中からおもむろに計算機を取り出した僕は目を疑いました。僕はテレビのリモコンを。しょうがないわ。しょうがない。それは間違えたんでしょうね。間違えた。テレビのリモコン。リモコン出してどうするんだ。出してどうね。ね、うん、こういうのよく見かけるな。オリビア・ハッシー入学希望、うん、松戸駅で見かけた実話。よく掲示板にこの顔にピンときたら110番というポスターが貼ってありますね。うん、あるね、はい、この顔にピンときたら110番、うん、ある日僕の前を歩いていた男の子が突然、うん、そのポスターを指さして、うん、あ、パパだ。まずいよそれ。それまずいな。一緒に歩いていたお母さんは慌てて、うん、バカなこと言うんじゃないの、うん、違うでしょと言って男の子を引っ張っていきましたが、男の子の、うん、パパだパパだという叫びがその付近に響いておりました。それつらいな。つらいな。お母さんつらいわ。お母さんつらいわ、うん、似てる人いるだろうな。まあね、似てる人いますけどね。つらいな。本当に似てるだけだったんかな。うん、おい、まあね、関水和子は神奈川県の大和市入学希望、はい、実話学部、うん、坂子で生まれた私。坂子って知ってる、はい、ね、普通頭からこう生まれてくる、はい、坂子、それは逆なんですね。坂子で生まれた私は小さい頃親からあんたは足から生まれたのよと教えられ、私はお腹から生まれたんじゃないんだと。こんなことにちょっと受けた。ちゃんと説明してあげなきゃ。そうあんたは足から生まれたんだよ。ねえ。ふくらはぎのあたりから生まれたんじゃないかと。私はお母さんの土産まずから生まれたんだよ。ね、わけわからないもん。それは大変だわ。あるな。入学を許可しよう。入学許可。さあ、高橋文雄は板橋区三拍子小劇場。うん。自分だけで受けてないで。タクシーの運転手と客の会話、うん、あれすごいよ、うん、運転手さん。ごめんついね、俺タイプなんだよこれ。なるほど。運転手さん、なんだか運転がぎこちないですね。運転手が二人羽織。こんなの乗りたくない。やめてくれ。最低だろこれ。それだけはやめてほしい。運転手さん、なんだか運転が気持ちないですけど、運転手が振り返って二人羽織。それはやめて。山本、俺ね、言い間違いで最高に笑ったのはね、うん、あの
あの斉藤昭雄が、うん、あの投げてたのね、ええ、でそれを中継してて、ええ、あのピッチャーの最低だってアナウンサーが言い間違えたピッチャーの最低いろんなアナウンサーいるんですけど、ね、これからいきますか、はい、ペンネームクスラドン。先日文化放送の野球実況を聞いていたところ、うん、放送席にお茶の差し入れがあったんです、うん、アナウンサーが投球の間に飲んだ時に、うん、お茶を飲んだ感想と野球の実況が混じりました今飲みました、いや投げましたあ 今飲みました、あいや投げましたボール、いや美味しいですねそういったのを聞いてすかさず解説者がお茶の実況してどうするんですかって言ってそのアナウンサーが実況するときは必ず西武が負けると言われている誰だろう、中田さんかな、え、あ菅野さんしょうがねえな菅野さんね菅野さんはね、いろいろね、うん、本当におかしいエピソードいっぱいあるんですけどね、まあ今日は時間がないからね、できませんけど、ね、おかしいね、おかしい、飲みました、あ、いや、美味しいだって、これは美味しい、美味しい。で結構いろいろあるね、多田さんって、うん、あの事前に全部来たハガキ目を通すじゃない、うん、早くに来てだからおかしいハガキ読む前ってさ、うん、笑っちゃうわかんだよね、その一番最初見ただけでね、あオチがもうなんだってこれおかしいんだよなってのがわかるからそれで読んでもまたねおかしい、さだまさしの代理の大田秀明と西尾拓実のセイエイエイヤン、明日からゴールデンウィークの後半の3連休がもうすっと始まります、はい、今車でこのラジオをお聞きのあなた、くれぐれも安全運転でお願いします、うん、何が言いたいの、いやいやだからあのジングルを聞いてね、うん、でこうハンドルを切り損ねちゃうよって人もいるかもしれないなと、ね今ね、いうことで、うんもう3度ほどヒヤッとした方がいるんじゃないかと思いますけどね、危ないよそれ、ね、でもいいですね、うん、あの後半のこのゴールデンウィークの連休を前に、うん、このギャグ100連発を聞いて、聞いて生きるこの希望をこうまたグッとどこがそんなものなんてないでしょ、ね、匠君は連休の予定は後半は、ね、これからどうしようかなと思ってるところだけどね、まあでも混んでるからねどこも ねまあ結構渋滞にね今巻き込まれてる人もひょっとしたらいるかもしれませんけれども、うん、まあイライラせずに ねこの放送を聞いて ねこんな人もいるんだと、うん、ね俺も捨てたもんじゃないなと思っていただきたいないよ自分売り込んでどうするそうじゃなくてそのジャグ100連発を聞いて渋滞のイライラを解消していただきたいと、ということで、さだまさしのセイヤングギャグ100連発続けてまいりましょう、はい、ペンネームババアガーババ高松、うん、この間言うこれは入学希望、この間友人と長島ジュニアについて話していたらそいつがこう言った、うん、結局あいつは親の七不思議で入ったんだ確かに親の不思議ですけどね、親は不思議な方で、何が不思議だ、いやいや不思議な方じゃない、なんだ長嶋茂雄の、いや悪口じゃないですよ、悪口を言おうもんなら俺は言うたんだ、いやいや悪口じゃないですよ、たとえ広田でも俺は長嶋さんの悪口を言ったら悪口じゃないですよ、でも不思議な人、そうか、意外だろ親の名前、まあ、間違えた気持ちは分からないじゃないです、お見舞いを許可しよう、お見舞いを許可、ペンネームホタルイカ1回戦、うん、リゾート化の進む我が大三島にまたステーキハウスなるものが登場した、父と一緒にネクタイをして店に行った、うん、肉の焼き加減を聞かれてファジーで父はすごいがはいと講じたウェイトレスもすごい佐久間玲子は2回戦竹市福島県市川郡市川町、うん、先生と生徒の会話、人のぬくもりを感じるのはどんな時かな、はい、トイレで次の人が出てすぐにスリッパを履いた時ですこれ感じるね、感じるね、ぬくもりね、竹だ、うん、うん、洋式の便器ってなりますけどねあ、でもさ、あの予測しないで座った、うん、あのこう温度のこう上がる、はいはい、暖かくなってるやつ、ね、暖かくなってる便器、電気でね、電気が暖かくね、予測しないで座った時にヒヤッとした時ない、うわっと思う時ない、 ありますよね、なんか知ってればいいけど、ついてんのかなって思いました、そう山本武弘は3回戦竹内まで来ているぞ、うん、もう気をつけないといけないですねこれ、そうそう何を気をつけるのかよくわかんない、うずまさ映画村で見た面白いものベスト3、うん、第3位
悪人に謝っている遠山の金さん。なんか撮影してて、撮ってて、間違ったかなんかで、なんかシャレかなんか、シャレかなんかで。第2位、おっかーに火打ち石を打っている銭形英二。第1位、スクーターに乗って走り回っていた水戸黄門。いいな、見るだろうか。もう4回戦あげざるを得ないな。しょうがないですね。だけですね。あげよう。はい。石岡篤は1回生梅に悲惨な人生を送ってるな。地味ですよね。すんごい珍しいぞ。珍しいよ。興味梅にっていうのは梅言わないもん。よっぽどつまんない作品ですよ。じゃあ行ってみよう。昔子供の頃見ていたアニメタイガーマスクの歌を歌っていた時のこと、お前知ってる？タイガーマスク歌ってみて。白いマットのジャングルに今日も嵐が吹き荒れる。ルール無用の悪党に正義のパンチをぶちかませ。行け行けタイガー。あそこ知ってるわ。タイガーマスクじゃん。考えてみてください。プロレスでパンチは反則です。だからルール無用の悪党にタイガーマスクはルール違反のパンチでぶちかましてどうしようというのでしょう。おめえが悪党だろって。でも正義のパンチなんだ。正義と名付けば何をしても許されるということを僕はこれで教わりました。すごいな、よくね。親の七不思議ってのおかしいよ ね。長島の親の七不思議で入ったんだろう。これは笑ったね。僕のね、友達のね、バンドのメンバーがね、あのプトンっていうグループがいてね、打ち上げがあってね、でちょっと2軒目見てきなよってメンバーが言ったんだって、そしたら閉まってたんだって、でそれパーッと上がってて、でクローズドって書いてあったからね、それをみんなにねちょっと洒落てね、教えると思って手でこうやってバツ作ってクローゼットって言ってた。クローズドだとかさも英語で閉店って言えばいいのに。クローゼット、これ言った後も恥ずかしいんだよね。ね、結構あの七不思議は笑ったな。ね、この後も続々とね100連発登場しますけれども、はい、さて、この後は、お知らせに行くんですね。はい、ではここで、いやまだ続けるんですか。はい、ではここで来週再来週のですね、セイヤングハガキ大募集のお知らせ。はい、まず来週5月9日は、来ました、バンバンおまたの禁じられたセイヤング。すごいすごいですね。まんまひろくみさん、おまたまさこさんによる下ネタオンパレードのセイヤングです。題して禁じられたセイヤング。禁じられたセイヤング、はい、そこでですね、石川雅弘さん、動画機内重治さんをはじめとした、普段のセイヤングでは肩身の狭い思いを強いられている下ネタ大好きのあなた、お待たせいたしました、あなたの出番です。はい、でも結構このギャグ100連発を聞いてると、そんな変わんないんじゃないかという、そういう感じもしますけどね、いつものさだまさしさんのセイヤングのコーナーの一番を大募集します。はい、海賊版ですね。海賊版裏版裏さだまさしのセイヤング、あなたの身の回りで起きたエッチな出来事を紹介するエッチなお便り大紹介、あなたの知ってるまたはオリジナルのエッチなジョーク替え歌のエッチな国際ハーベスト大学、まだまだあります、エッチなお笑い国技館全部エッチなことだけど、もうお題は天才秀才エッチなおまた。これはですね、まあ言わずもがなでしょうけど一応ご説明しておきますと、はい、ある一つの物事を天才ならこうする、秀才ならこうする、そしてエッチでスケベなおまたまさこならこんなことをしてしまうだろうという、そういうおはがきを思いっきり書いてください。三段論法ですね。三段です、はい、論法です、そして子供やお年寄りの微笑ましい下ネタを、ないっつのこれはだな。よくわかんないよこれ。いや、あのね、お父さんタイトルが面白いだけなんですよ。エッチな微笑みポスト。なるほど、ね、だ例えばさっきのね、佐田さんが紹介した、お父さんうんちができるっていう、そういうのを送っていただければいいんです、ね、ちょっと可愛らしいよ。で、あとはエッチな深夜の句会、お題はもちろん下ネタです。そのまんまそのまんま。なおですね、この日のハーベスト大学お笑い国技館は番外ですから、はい、進級昇進はございません。当たり前だと、こんなもんで進級できないよ。あすかしめご了承ください。そして5月16日です。はい、復活、チンペイバンバンの帰ってきたセイヤング、あの往年のゴールデンコンビチンペイこと谷村新司さん、バンバンことバンバヒロフミさんのセイヤングが完全復活いたします。はい、そこで新しいオリジナル作品として平成の天才秀才バカ暗い過去を書いてお送りください。さだまさしのセイヤングリスナーのあなたなら
谷村さんバンバンをうならせる作品を絶対書けるはずです。すべてのハガキの宛先は、はい、郵便番号 160-02 文化放送バンバンおまた、または谷村新司バンバンそれぞれのハガキの係までお送りください、はい、それからですね、先週もさださんの方からお知らせがありましたように、はい、国際ハーベスト大学がお笑い国技館へ吸収合併することになりました。ありましたか、すごいですね、はい、そこでハーベスト大学の学生さんにお願いがあります、はい、学生の皆さんの各界入りの名簿を作るため、あなたは今何回生であるか教えてください、うん、郵便番号 160-02 文化放送田沢雅史のセイヤング国際ハーベスト大学 OB 名簿係までです、はい、締め切りは5月23日到着分まで。ご連絡のない場合は今後お笑い国技館へのおはがき入門希望からとさせていただきます、はい、それではハガキ受付スタート、 その香りをして CM です、はい。本格は瀬戸内海老の香ばしさ、トハト焼き海老、新鮮な海老をじっくりと焼き上げた料亭の味がスナックになりました。ビールのおつまみに最高、うん、これは美味しい。ほんうちとかに任せてもらいます。大人のスナック、トハト焼き海老、小豆の美味しさそのままに、トハト小豆スナック。粒よりの小豆を使用した豆 100% スナック、トハト小豆スナック、小倉ミルク味で美味しいおつゆ、日本茶にもよく合います。女のスナック、トハト小豆スナック。さだまさしの代理の太田秀明と西尾匠のセイエイエイヤン、今夜はさだまさしのギャグ100連発、はい、ヤングギャグ100連発をお送りしてるんですが、はい、12時の時報を迎える前に、はい、もう1に聞きましょうか。はい、後でまたじっくりといろいろとね、またいろんな話を、聞いていきたいと思うんですけどね。この後実は大阪名古屋の皆さんがこの放送を聞きにやってくるんです。え、ここまで、いやここまでは来ないすいません、あんたいい加減にしなさい。タオさん、タオさんが元野球のタオさんだって気づくまで20分かかりましたから、まあ、ちょっと頑張って、皆さんをお待ち申し上げたいと思います。1回生竹一のペンネーム ITB、 無線機を持つ友人 K に聞いた話。列車ダイヤが乱れたある日、運転士と運転司令室との間でこんなやり取りがあったそうだ。運転士、ダイヤが乱れてますが、私の電車はどこへ行けばいいんでしょうか。指令室、とりあえず銚子まで行ってください。運転士、千葉から先は運転したことはないんですが。指令室、レールはつながってますから、どうぞお気をつけて行ってらっしゃい。運転士、行ってきます。いいね。1回生竹内、評価うめ。で面白いじゃないですか、これ。面白いよね。梅じゃないよね。さあ言っていただきましょう。タケ。さっき罰があんだけ続いたのに。いやいや、だからタケって言いましょう。タケでしょ。タケです。タケです。それでは、りょうこちゃん気にしてないんだからいいじゃない。これは僕もスタジオにいました。いたよね、僕らもいた、ね、佐野りょうこちゃんが来てね、ひろとさんがずっとね、松と梅しかに、うんうん、竹をずっと省いてた。で、あろうことが出したときに、そう、竹それ竹だっていうのは。ねえ、りょうこちゃんおかしかったよね。ねえ、おかしかった。りょうこちゃんってもう本当にアーなのね。ねえ、僕同じ事務所なんだけども、うん、いつもそう。別に狙ってるわけでもなんでもなくて、うん、本当に本当にそう思ってるっていう。ねえ、うん、狙っててはあんなことは言えないですけどね。名古屋大阪の皆さん来るわけはない。ここにですか。ここに来ない。ここに来るわけはない。ね、100連発ということでお送りしてるんですけども、はい、12時台もですね、まだまだ続けていきたいと思います。この後は岩手の皆さんをお待ちします。さだまさしのビンチヒッター、太田秀明と西尾匠のセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。
雅史の代理の太田秀明と西尾拓海のせいやーん。岩手放送をお聞きの皆さん、いらっしゃい。いらっしゃい。さだまさしさんのピンチヒッターセイヤングではクイズの王子様でお世話になっております、文化放送アナウンサー太田秀明です。そして、今夜のスペシャルゲストはこの方です。こんばんは、西尾拓海です。ねえ、さだまさしさんはなんと10年ぶりのリフレッシュ休暇のため、はい、今夜を含めて3回ほど、はい、お休みということで、はい、ねえ、でも元気になって帰ってくることを病気じゃない、病気だと病気じゃないね。でもですね、今夜はさだまさしのセイヤング、この1年間の放送の中からよりすぐったギャグを続けざまにぶちかます、さだまさしのセイヤングギャグ100連発をお届けします。すごい、これがおかしくて、もう笑っちゃいますよ ね。もうこれを聞き逃したら一生の損です、はい、松代の恥、うん、注意1秒怪我一生、うん、後悔先にも後にも、ただ、さあ、やってらっしゃい、見てらっしゃい、全然言葉がつながってないですね、本当にむちゃくちゃですけどもはい、じゃあまあここでおはがきを1枚紹介したいと思いますね、はい、目黒区の、中山優子さんですね、うん、いらっしゃい、初めて海外旅行に行った時のことです。その時母と行ったのですが、荷物は中型のスーツケース1個、1個だって2人で、あ、本当に、うん、少ないね、けれども普通の、異なる普通と異なる荷物が入っていました、うん、誰に聞いても珍しいと笑われたのでおはがきしたんです。まず水、災害用のボトルありますよね、うん、あれ1本、そしてトイレットペーパー1個、うん、しかも両方ともしっかり使って帰ってきたんです。ツアー自体も珍道中でした、ギリシャエーゲ海クルーズでは同じツアーの方2人が船に乗り遅れて大騒ぎになったり、本当にツアーコンの方が苦労して、ごめんなさいと。まあそういうわけで旅行のハガキですけれども、ね、さんどうですか、旅行、新婚旅行は、ああ、ああってまたそんな、ね、4月25日に結婚して、はい、うん、すぐには行かなかったんですよ、ね、翌日からもう生放送があって、まあ、じゃあ、お嫁さんはやきもきしてんじゃない、もうやきもきしちゃって、玉木さん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 ね、焼きもき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 、玉木、玉木、玉木、何言ってんの、よく分かったじゃない、こういう時間が無駄だっていう、無駄無駄、予定は、予定は、うん、あの夏休みの前後あたりに、うん、ね、ちょうど普通の人が休みを取る時期っていうのは、うん、なかなかこの放送局の人は休み取れませんから、まあね、例えば4月の初めとか、うん、9月の初めあたりに1週間ぐらい休みをもらえることもあるんです。おそのあたりにちょっと一発っと一発どころかね、うん、もう二発三発と何よそんないっぱい旅行行ってるの、いやいやいや旅行は一回ですけども、うん、何がだから何が一発ちょっと待って、ちょっと落ち着きなさいよ僕はだからあの、ね、今までのさだまさしのセイヤングと、うん、それから、バンバンと小俣雅子のセイヤングの橋渡しの役目もしてるわけだから、なるほど、そうそうそう、そんなお話もしてみました、うん、なんだか前も、ということで今日はですね、ギャグ100連発、この1年からこの1年間の放送の中からよりすぐったものをお届けしてるんですけどもね、はい、うん、まだまだ笑えるのが続々と出てくると思いますんで ね楽しみにしててお待たせいたしました、ください。さださんのピンチヒッター太田秀明と西尾拓海のセイヤング第548回、今夜は初版の事情のある東京四谷文化放送よりお送りしています。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌AB ロードがお送りします。あんたの会社いいわね、好きな時に夏休み取れて。 AB ロード読みなさい。7月10日頃鉄は安いの、おフランスに行こうかな。 AB ロード読みなさい。私なんかお盆しか休みが。お盆の時は早い予約が決め手です。天の声かしら。夏休みの海外旅行情報満載です。 AB ロード、好評発売中。あの車に乗りたい、この車にも乗ってみたい、そんな人にカーセンサー読者の体験試乗ページ、2台の車を同時に乗り比べていただきます。さあ東京03-3217-3477カーセンサー編集部までお電話ください。皆様あってのカーセンサー。あ、安井君、はい部長。 AB ロードで見つけたよ。サイパン49,000円から、トール39,000円、香港56,800円、ニューヨーク128,000円、ロンドン178,000円、パリ188,000円、ハワイ69,800円から全部ホテル付きだ。どうだ、参ったか安井、本当の安井とはこのことだ。安いツアーも比べて選べる海外旅行情報誌 AB ロード、好評発売中。さだまさしの代理の太田秀明と西尾拓海のセイエイエイヤーン。さて、岩手放送をお聞きの皆さんお待たせいたしました、はい、さだまさしのセイヤングギャグ100連発、早速お聞きください。録音テープ開演、はい、
3回生竹内進級希望の及川純子、うん、久しぶりに母校に行った時のこと先生方とお話をしていて、うん、懐かしいな及川全然変わってないななんて盛り上がっていたら、うん、在学中憧れていた先生がやってきた、うん、あ先生胸をときめかせた私の顔を先生は黙ったままじーっと見ている、うん、おい風景や、うん、いい ねじーっと見ていた一言、ね、よし今日はおかめうどんにしよう100年の恋も冷めてしまったあかわいそうなんで、うん評価は待つですこれかわいそうですねかわいそうだからね、それでもまあ4回生進出言っちゃダメですよそうだね思ってもね、おかめうどんにしよう思ってもはいあ行きますよこれはこれはいいぞペンネーム馬面な猫春日井氏1回生竹内、うん、随分前のことだがテレビを見ていたら80歳になっても水泳を続けているというおばあちゃんがインタビューされていたその時のやり取り、うん、リポーターがおばあちゃんはどうして80歳になっても水泳を続けてらっしゃるんですかおばあちゃん答えていわく、うん、私は三途の川を泳いで渡りたくてねえすげおばあちゃんの切実な思いがしみじみと伝わってくるような一言ですジャカルタの丘お名番会、うんねうん総長教授こんばんは解文面白い解文ができたんでお送りします、うん、上から読んでも下から読んでも同じという、はい、素晴らしいのを作ってきた、はい、今のつまらないのよりはずっといい、うん、だったら最初にこっちだけ読んであげればいい、うん、軽い機敏な子猫何匹いるか軽い機敏な子猫何匹いるかないね軽い機敏な子猫何匹いるか様から読んでも軽い機敏な子猫何匹いるかすごいな驚いた、うん、驚いたこれは驚いたじゃあ2回戦あげちゃう、うんうん、2回戦に行ってよし2回戦これは講義のハガキ猫娘、はい、先週の軽い機敏な子猫何匹いるかの回文私前に何かで聞いたことがあります残念ながらちょっと気分を害しましたうんこういうねおあそうか、まだ来てる橋本拓郎もね角川文庫から出ている土屋光一さんの回文集のタイトルだうんというね、うん、まだ来てますよ先週、うん、軽い機敏な子猫何匹いるかというのがありましたがその回文は土屋光一回文集その名もズマリ軽い機敏な子猫何匹いるかに収められています、うん、知っていたかどうかは知りませんが一応、うん、ところで優しいね知っていたかどうか知りませんが一応、うん、もしかしてオリジナルかもしれないという配慮が見られる、はい、これ和田ホークですよ、うん、ねところでその回文集はとても面白い迂闊にダムを引く国費を無駄に使ううまいねやっぱり、うんねうん、とか何だのかんだのと騒ぐは里の檀家の旦那、うん、うまいね、うん、中では短いものもたくさんあり僕が一番気に入っているのはこれです竹馬の友との博打これ面白いじゃないか ねまだ来てる群馬県前橋のペンネーム暇直人、うん、先週の回文軽い機敏な子猫は実は作品集の中に入っています、うん同じ人の作品に力士手で塩を舐め直し出て仕切りうまいね、うん、力士手で塩を舐め直し手で出て仕切りなどがあります、うん、作品集名作者名を思い出したらまた密告します、うん、なるほどねさあそれでは作品の吟味に入りたいと思います、先週の軽い機敏な子猫何匹いるかを出してきたジャカルタの丘、はい今回はまた面白い回文ができたのでお送りします、はい、力士手で塩舐め直し出て仕切りこれは面白いジャカルタの丘、うん、悔い改めよ悔い改めよ1回生に戻すこれ戻しちゃった戻しちゃう何回も何回も言うのはすごい ね, いいねなんかねあるよねこういうのって嘘がバレちゃうのっておかしいねなんか、うんうん、でも周りは知ってんだから本人知らないでさまたいいのができたんですよってさそれお前嘘だろって悔い改めでもその悔い改めよって言って、うん、そいつのハガキをね、うん、もう一回紹介するあたりで救われるところがあるじゃない、うん、そうだよね佐田さんのね優しいところですよね、うんまだ続けていきますかはい、じゃあここでですね、はいやはり4月29日の特番、はい帰ってきたセイヤングに登場してくれました、はい、この方もですね素晴らしい方なんですけどね、はい曲を聴いていただきたいと思います、はい、吉田拓郎吉田町の歌さだまさしの代理の太田秀明と西尾匠のセイエイエイヤンではここで、先々週行いましたさだまさしのセイヤング555回記念さだまさしカルト Q、うん、パート2の正解発表を取り行いたいと思います、はい、第1問
1983年3月30日噺家集さだまさしステージトークが文藝春秋から出版されました。そしてその2日前、さださんにとってある重大な出来事がありました。その出来事とは一体何だったでしょうか、はい、正解はさだまさし歌島にて挙式でした。第2問、1981年11月7日、さださんの念願であった映画長江を東方形にて封切りしました、はい、同じくその年、各地方の球場を使ってあるコンサートを開いています、うん、さてそのコンサートのタイトルは何だったでしょうか、うん、正解は長江クランクアップコンサートでした、うん、そして、第3問、夏長崎からのコンサートではさださんがステージ上から迷子の告知をすることがよくありますが、うん、第4回目の夏長崎からの時にさださんが告知をとちったためにゲストの谷村新司さんが代わって迷子の告知をしました。その子供は何という名前だったでしょうか。わかんないでしょ。正解は戸塚美和子ちゃんでした。第4問、昭和62年7月1日夏の甲子園大会地区予選の1試合として岩手県営球場で行われた盛岡商業と岩手立花高校の試合は以前さださんのコンサートトークにもなった名勝負でしたが、うん、さてこの試合の得点差は何点だったでしょうか。正解は52点差でした。そして、最後の第5問、平成3年3月3日大阪で行われた演奏会、秀吉が聴いたバイオリンにちなんだ問題です、うん、天正少年使節団が帰国後、うん、秀吉と再会した時食事の後のセレモニーとして音楽をすることが定められていましたが、うん、その際に一つ一つ楽器入れから取り出された楽器の数は全部で6種類ありました、うん、その楽器を全て答えてください、はい、正解は正解はグラビジェンド、うん、アルファ、うん、ラウデ、ラビキーノ、うん、ビオラ、うん、レアジェションの6種類でした。1個ぐらいしか知ってるのがないですよ。ビオラしか知らないよね。でもこんな難しい問題にもかかわらず、うん、全問正解多数いる。みんな何を考えて何をしながら和田さんを考えて何をして日々過ごしているんですか。すごいですね。さあそれではお時間の許す限り続けてまいりましょう、はい、録音テープ回転。さあそれではお送りしていただきます。天才は覚えた単語を目をつぶって口ずさんでいる試験場、うん、ね、覚えた単語を、ねね、はい、秀才は忘れた単語を何とか思い出すという、うんうん、で、ひろたは覚えなきゃいけない単語にここで出会うっていう。聞いたな。いいな。埼玉県志木市のジョニーダン20枚目山崎達也、天才力士は、うん、ね、結びの一番で呼び出し勘吉に呼び出される、うん、いいね。秀才力士は相撲ジンクの作者である呼び出しのりおに呼び出される、うん、ね。さあ、なんやねん。ひろたは、うん、国技館で迷子になって場内放送で。いいね。福島県徳島市の内山和子入門希望。嬉しそうですね、なんかこれすっごい。最高だもん。さださん。はい。トトロの3タイプ。うん。天才のトトロ。はい。出会った人を幸せにする力を持っている。うん。秀才のトトロ、うん、心の中の忘れ物を思い出させてくれる力を持っている。ひろたのトトロ、うん、ただ太ってる。鉛筆の3体、カレーとか行こうかな、京都市の成物理吉は新弟子研さんでございます。これによりますと前相撲、はい、鉛筆の3タイプ、天才鉛筆はテスト中答えが勝手にスラスラ書ける、うん、いいですね。秀才鉛筆はいつも芯がビンビンとがっている、うん、切れそうね。ひろた鉛筆は歯型がいっぱいついてる。うまいな。ねえ、俺は天才秀才ね。ひろたさん。ひろたさん。おかしいよね。いいね。歯型がついてる。歯型ついてる。分かんないってかじっちゃうもんね、どうしてもね。結構ね、さださんのその番組っていうのはいろんな地方でやるから、うん、音が違うっていうのが、ね、さっきなんか、ね、もうホールみたいなとこもあったしなんかね、でっかい会場とかね、ね、いろいろありましたけども、まだ時間ありますか。じゃあ続けていきます、はい、ましょう。ペンネームフレディもしくはボラギノール3回生竹内、うん、7月7日に放送していたサザエさんの中に七夕の話があった、うん、そのサザエさんとタラちゃんとの会話、うん、タラちゃんは何をお願いしたの。早く幼稚園に行きたいって書きました。それを見ていた姉曰く一生無理だわ。入学希望は名古屋市守山区の川崎正広、うん、先日マクドナルド行った時の店員と50歳ぐらいの気弱そうなおじさんとの会話、うん、
50歳ぐらいの気の弱そうなおじさんとの会、はい、いらっしゃいませ、何になさいます？ハンバーガー4つとコーヒー4つと あとはお任せしますお任せしますえ、それではポテトなんかどうでしょうか？あ、じゃあそれ4つください。こちらで食べていかれますか、それともお持ちですか、お持ち帰りですか？お任せします決めろって。この後店員は店長と話し合った末、うん、持ち帰りに決定した愛媛県のペンネームホタルイカ、入学希望、うん、もう君は入学を許可しよう、うん、もう断言するほどの自信作というか、私は思わずもう膝が折れた作品からいきたいです、うん、この間我が大三島にレンタルビデオのお店になるものが登場しました、うん、まあ、今までなかった、ね、開店の日の翌日私はチャリンコを転がして店に行き、うん、しばらくビデオを見てレジの前を通るとクラスメートのオキがオキがね、オキ、うん、このオキが店主と何やら話をしていたんです、うん、オキ、うん、あ、すいません、これお願いします。店主、あ、お客さん、あのね、うち一泊二日は3本までなんですよ、うん、で大体大ちゃん、あんた一泊二日でエロビデオ4本借りてどうするの？オキ、オキが一日に4回やっちゃいけないぞそしたら店主があんた男だ、うん、と言いながらビデオを割って渡した私は夏休み明けの笑いの種を見つけた大きい大きい、これすごいやつな、大きい、大きい、すごいな、かなり似てるな、はい、ペンネーム猫舌のたぬき、1回生竹一。私の会社の後輩の Y さんは時々単語を言い間違えてしまいます、うん、先日 Y さんのところに彼女よりずっと年上の先輩が彼女の作った資料の間違いを見つけて教えに来てくれました、うん、ね、Y さんはわざわざありがとうございますというつもりでいちいちありがとうございますこれ怒ってるみたいなんですよ、怒ってる、先輩の顔が引きずっていたのは言うまでもありませんおかしいおかしい、あ、希望中原千早、うん、5時からバンビの節で、うん、藤山甘美がかわいいあれ、そんなに受けてますかあれ、広田さんタイプですか？タイプですね藤山甘美はかわいいな、うん、5時からバンビの美は、うん、中倉千早、入学を許可しよう、はい、許可、またエロビデオ ネタが来てるな、うん、名古屋市の、川崎雅宏は1回生竹一、うん、この前ちょっとエッチなビデオを見ていたら、うん、2階から母が降りてきたので、うん、合わせて一時停止をして結局見つかったそれから1週間母とは口を聞いていない、うん、どうにかして謝れ評価は、うん、竹です竹、2回生に進出、うん、ペンネームてんてんは、入学希望、うん、うちの弟が小学校1年生の時書いた作文の中に、僕はこの前の日曜日にお父ちゃんと2人で山と川へ行きました、うん、とあり、それに対して担任の先生は、うん、どこの山と川へ行ったんですか教えてくださいとメッセージを入れてくれてました、うん、それが大和川であることには全くなるほどね。なるほどね。入学許可。山と川。太田さんの結婚式でなんか、もがみ牛ってのが出てる。ああ、そんで、ゆうゆうのマネージャーの柴田さんが、見てくださいよ、最上級の方ですよ、最上級。みんなやっぱりいい肉使ってんだね思わずおついちゃったそういい肉ですね最上級ですかゆうゆうが冷静でしたけどマミ牛じゃないなだ結構ねよく探せばあるんだよ ねこういうね、うん、さだまさしの代理の太田秀明と西尾匠のせいやんはい、さだまさしのセイヤングギャグ100連発、はい、あと一つだけ、残ってるそうなんでね、これも聞いてみましょう。はい、卒業検定、もうこれはねすごい、風で寝たライオン、
訪ねたライオンは自分で辞退してきた。卒業はちゃんとテストを受けてやりたい。偉いな、ね、うん、今年生田神社で初詣で実際にあった話。ある参拝客がおみくじの箱を振りながら巫女さんに高らかにこう聞いた、うん、姉ちゃん大吉は何番や。さすがね、言ってくるだけあってね、ネタがやっぱりねえ、うん、絞られてるねえ。あの今日はですね、はい、僕と匠くんでやったんですけども、スタジオでずっと笑い屋に徹してくださった方が、はい、いらっしゃいました、ご紹介します、はいはい、吉田雅美さんです。こんばんは。どうも。いや笑いじゃないです今日は、実は監視なんです。監視でやばいやばい。僕のね、実はね、あのディレクターをやってくださって、今日はすいません、終わる前に一言いいですか、はい、あの生であのセイヤングってお二人でやってくれます今。じゃあどうなのパターン。じゃあセイヤング。はい。セイヤング。おお、いけるじゃん。どうですか。いけるじゃん。じゃあ次回で、言葉が前に乗るとダメになっちゃう。乗ると忘れちゃう。レコーディングを控えてるんで、ね、大丈夫かな。こんなんで。やばい。まあ、熱い顔してるけどね。やばい。今日はギャグ100連発ということで、はい、お送りしてきたわけなんですけどもね、来週の5月9日はですね。初版の事情のある東京文化放送よりバンバヒロフミさんと尾又雅子さんのバンバ尾又の禁じられたセイヤング、うん、下ネタ版セイヤングをお届けしたいと思います、はい、そして5月16日は谷村新司さんとバンバヒロフミさんの復活、チンペイバンバンの帰ってきたセイヤング、うん、バンバ尾又さん谷村さんへ質問メッセージ何でも構いません、こちらまでお便りをお寄せください、はい、宛先は郵便番号 160-02 文化放送バンバン尾又または谷村新司バンバンのセイヤングまでお送りください。なお最新ノベルティグッズ大放出大開放プレゼントで竹越優子さんのイラスト入りさだまさしのセイヤングオリジナル T シャツご当選の方、ただいま発送等の準備をしている最中です、はい、もうしばらくできれば気長に、はい、お待ちいただきたいと思いますが、はい、たくみくん今日は本当に、いやどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。なんか久々で楽しかったね。楽しかったですね。あんないっぱい聞けるとやっぱりちょっと得した気分が得しちゃったね。あのたくみくんは今後の予定というと、とりあえずあのゴールデンウィークゆっくり過ごそうかなと思って、うん、そのぐらいですね、まあ予定と、まあこの放送を聞いてもう英気も養いねえね、うん、そうですよ。だから去年の8月に大沢さんがお休みした時に、うん、やっぱりあのレコーディングでね、まさみさんと一緒にハワイに行かれた時に、そうですよね、はい、あの時にセイヤングやらせていただきましたけども、うん、あの時は緊張した。本当にどうも皆さんありがとうございます、そんなことはともかくとして、じゃあこの放送を引きずってまたレコーディングに入っていただきたいと思います、はい、そうですね。吉田まさみさん本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。レコーディングの方よろしくお願いします、それでは来週バンバンおまたの禁じられたセイヤングをお楽しみに。この後引き続きスタジオで僕と匠くんはですね、ギャグ100連発を聞こうかなと思います。お相手はクイズの王子様文化放送アナウンサー太田秀明と西尾匠でした。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。